芸の一番の夜夜のの戯タームレさあね、もういよいよオリンピックの開幕まで1ヶ月となりましたけども、ありそうですね、これはね。あるでしょうね、これ。あるでしょうみんな見たいね。ですね。もうちょっと、なし崩し的なような感じがしますそんけなど感じでね。すね。あとは、お客さんをどれだけ入れるのかね。どうまあ、な医るんで学しょ的に考えると、無観客でやるのが一番安全なんでしょうけど、多分入れますね、これね。入れるんだ。入れるんでしょう、これは。入れるでしょうね。小林さん、なんか延期になる前にチケット買ったじゃ買わんじゃみたいな話してませんでした？結局ね、どれも当たらなかったのよ。あ、そうなんですか。そう。だから、あまりこう、やきもきしてないのね。なるほど。ホテルも取らなかったし、チケット買ったも。人はどうなるんですかね。買った人どうするんだろうね。だから、無観客にしちゃうと、もう全員払い戻しですよ、で済むんだけど、じゃあ、1万人、これ1万人にしようとしてるんだね、国の人がね。で、1万人だと、キャンセルさしなくて済むわけよ。今ちょうど、それぐらいの、分が売れてるから。だから5000人以内にしましょうってなると、また再抽選しなきゃいけないから、あんまりしたくないのよね。だから、そのなるほ安全ど。よりも何よりもそっちの方から決めているんじゃないだろうかというのが、で、当然ですよ。ね、オリンピック、それはお客さん入れてやるぞってなったらね、今まで我慢してた人も動き回るでしょやっとるよう。ね。か、言うてね。だから多分、また9月ぐらいになると感染者が増えていくんじゃないかなと。まあでも確かにね、ワクチンの接種、ね、高齢の方のワクチンの接種が進んでるから、ああいったこう、高齢者の、その出るかな、人が重症化する率は、まあだいぶ減るんじゃないかな、まあ、とは思うんだけど、でも、そんなに一気に減るっていうふうには思えないから、まあ、本当はもうちょっとね、これから秋にかけて、やっぱり気をつけなきゃいけないのかなとは思います。まあでも、あれですよね、1年半ですよね。よく頑張ってるなと思いますよね。もう、慣れましたよね。落語界のない生活に慣れたっていうのはすごいよね。あ、それはどうなんですかね。いいとか、いや、でも、やっぱ寂しいな。ねえ、みんな何やって楽しんで、まあまあ、人間っていうのは好奇心の動物だから、ね、こういったコロナで動けないなら動けないなりに何かそこでなんか新しい楽しみをね、見つけたりするもんだろうけど。まあでもあれだよね、僕とタルトさんはズームでね、落語会を、ね、あれいつから、去年の6月からやりだしたのかな、丸1年になるのかな。そうですね。月に2回ぐらいの感じでね。もうネタがね、だんだんなくなってきちゃった。ちょっと疲れてきましたね。ね、さすがにネタ覚えの早いタルトさんでもね、得体の知れないネタを出そうとするところがすごいという。ごいな。さすだからがタル今、トさん。そう、オンラインはかなりね、お世話になってますよね。まあ、当然、このラジオの収録も、このズームを使ってね、もうずっと続けてやってますけどね。これがまた、元通りの生活に戻った時に、さあ、この5人集まっての収録ってできるんだろうかって。前ほら、土曜日の午前中とかに収録してた時って、やっぱり日程が合わなかったりしてね、もう全員が集まる日ってそうそうなかったんだけど。俺ど僕とかね、今自分の番組も持たせてもらってるんですけど、赤金に今行ってないんですよ。自宅で撮ってんのね。で、下手に赤金行かない方が、後で編集できるというメリットが
あるので、うんうん、あの自分で勝手に後で切れたり編集できちゃうので、おそっちの方が楽だったり、あ、まあ、家で撮っちゃってる方がね編集、そういうメリット、そうだから案外あのどうなのかな、コロナになってこうオンラインだからこそ便利になってきてるところっていくつかあるよね、うんうん、あの いろんな編集をね、あの覚えるようになりました。あ、なるほど、動画の編集の仕方を、そう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 、うん、あとはね、いろんな講習会みたいなやつ、あのやっぱ東京とか、ね、でしか受けれないようなそういう朗読の講習会とか、ああいうのにも参加するようになったかな。あ、うん、講習会はオンラインが今メインですよね。うんうん、うん、そうだから学会なんかもあの今までだったら年にね2カ所ぐらいしか行けなかったけど、もう今、うん、あの時間帯ずらしてこう聞けれるじゃない。ああ入れるからね、うん、だから仕事終わった後聞けれるから、はい、5つぐらい参加したかな、うん、あのこのコロナのおかげで、うん、だからこれからもそういうふうに続けてほしいなと思って、あ、まあ、確かにね、まあ、学会でほらあのいろんなところへあの東北の方であったら東北の方行ってね観光して帰ってきたりとかできるから楽しいんだけど、うん、あ、うん、そうそういけないからね、うん、だからそういう意味ではあの助かってる部分もありますね。でもやっぱりね、あの対面がいいなと思います。うん、あのいや、それ対面はいいよ、うん、そりゃやっぱりあのねお酒飲むにしてもそりゃオンラインでもいいんですけど、うん、やっぱり人肌がいいじゃないですか。そうそうそう、それを言える。あのね今思えばさ去年のね1月のあの芸能一門のね新年会、うん、楽しかったよね。ですよね。しかもさ相当狭い部屋にいっぱい詰め込んでやったじゃない。そう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 ですね。うん、だからこのメンバーにあと3人加わったぐらいのメンバーでやってたのかな、うん、そうですね、そうそうそう、うんうん、ね、これた今考えたら絶対ありえないよね。そうです、もう超密ですよ。あれ、え、な、広さで言ったら何畳ぐらいの部屋だったあれ。4畳半ぐらいじゃないですか。4畳半に、いや4畳ないでしょ、3畳ぐらいですよきっと。ああ、そこに8人ぐらい入ってたんだっけ、な、うん、だもともと4人ぐらいしか入らないような部屋だよねあれ、うん、ね、うん、うん、そこにこうぎゅうぎゅうに詰めて入ってやったんだから、ね、そう、今で考えたら最悪の状態だね。あれがいいんですよ、あの、ね、そう、なんかちょっと話題のこう勢いで、あ、ちょっと小壺に触れちゃったみたいな。やだもうキモい浮かびでね、その終わった後はほらカラオケ行ってさ相当歌いまくったじゃない、うん、歌いましたね。そうだから本来だったらあの時ほら女性3人組がさ みんなね歌うまかったから、うん、そう、あの3人組を売り出そうって話になってたんだよな。小林先生、あの紅白目指そうっていう、そうそうそう、マジで言ってましたよね。あの今も狙ってるけどね、うん、今も狙ってるんですね。そうだな、でもあのコロナが本当に明けたらあれだよね、一門の落語会の後にもうで、ね、狭い部屋ででっかな声出しながらね、唾飛ばしながら喋りたいよね。ですよね。あのタロットさんのあの酔っ払った姿も見てみたいな。しばらく見てないですよ。しばらく見てないね、タロットさんの。すっかり酔い方も忘れましたよ、酔っ払いの姿も。いやいやいや、腕はなまってないでしょ。忘れたなんて言わせませんよ。ねえ。どんな大物ゲストにもしなれかかるっていう。うん、本当ね、コロナがね、本当にこう終わって、ね、自由に動きたい、ね、動けるようになったら、うん、そうだな、どこ行きたい、うん、うかいくんどこ行きたい、
あのキャンプ、あの徳島のキャンプ場にね、ずっと行きたいなと思って、うん、今年ぐらいちょっと行こうかなと思って、うん、ああ、そうかそうか、ね、県外、県をまたいで行っちゃいけないとかいうのがね、それぞれこう職場でルールがあったりもするもんね。うん、まだちょっとね、うん、ね、小坪は？小坪はやっぱり新たな殿方との出会いかな。これかい。やっぱね、出歩かないと出会わないよね。そうだよね。こればっかりはね。オンラインじゃ出会えない。オンラインでは出会えないか。出会ってる人としか出会えないもん、ズームは。あ、そうかそうか。いや、コツボ、その出会いがないのはコロナのせいにしちゃダメだと思うな。何のせい？コロナのせいにしちゃダメだと思う。気のせいかな。気のせいだね。もうすでに私のそばにはたくさんの殿方がいて、気づいてないだけかもしれない、ね。ないだけかもしれない。ああ、そうかそうか。コロナのせいじゃない。やる気の問題は。トックンは？トックンは何がしたい？うん、オレンジフェリー乗って大阪へ行きたいなぁ、あ、ありますね。いうのと、大阪好きだもんな。あと、まあ、それね、本当にコロナなくなったら、うん、もう今まで行ったことがないところにちょっと出かけたり。ああ、そうだね、うん。そう、今まで何気にね、行こうと思ったらいつでも行けるって思ってたけど、うん、行けなくなることがあるんだってこと気づけたからね。そうそうそう、今度動けるようになったときはやっぱり、あの、どうしようかなと思ってたところには行ったほうがいいよね。タルトさんは？僕はですね、やっぱり今まで温泉が好きだったんですよ、温泉。はいはい、あ、温泉ね。最近本当、行ってないから、もうそろそろ行ってんじゃないかなと思って出るんですけど、近場でですね、東洋、瀬戸内東洋地のあるでしょう、国民休館村。あそこのバイキングが最高なんですよ。あ、本当に美味しいですよ。あそこへ行ってみたいな。うん、本当もう、もうすぐ行きたいなっていう感じですね。そうかそうかそうか。はい、今は松山でも行ってませんからね。うん、気をつけて、うん。ぜひ実行したいなと思ってますね。いいですね。うん、で、ね、タルトさんも。コロナが落ち着いたら安心してあの世にも行けるしね。どっちが先かわからない、ね。はい、ではここでですね、水木奈々さんの曲を一曲聴いていただきましょう。空時計。水木奈々さんで空時計でした。それではここからは恒例の芸の一問の大喜利コーナー。チャンチャンチャン。はい、はい、ここからは司会進行鵜飼くんにお任せいたします。はい、大喜利コーナーでございます。先に来週のお題を発表しておきます。来週のお題どなたが発表してくれますか？はい、はい、じゃあ徳君さん。はい、発表したいと思います。コロナの方がね、まだまだ油断できないね、あの頃でございますが、まあ、それでも少しずつね、行楽がね、緩和していってるね、と思います。愛媛県のね、松山市では、最近、とべ動物園が再開しました。うん。うん、それにちなんで、うん、こんな動物園は嫌だというお題を皆さんで考えていただきたいと思います。うん。こんな動物園は嫌だ。例えば。例えば。働き者の怠け者がいる動物園。これちょっと確かに怠け者がね、なんか怠けてる、静かなの見たけどね、なんかやけに動き回ってるね、うん、気使った、いらっしゃいみたいな感じ。あ、そう、面白そうだね。はい、では皆さんよろしくお願いします。宛先はですね、ローマ字ヨルータは @gmail.com の方によろしくお願いいたします。はい、ということで、ここからは今週の大喜利でございます。今週の大喜利はですね、なんと芸のタルトさんプレゼンツ。お、はい、はい、梅雨の雨が嫌いだった英子さんが突然雨が好きになりました、一体なぜでございます。ありがとうございます。はい、早速種ヶ手山根さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。タルトさんのために頑張りますと。お、ありがとうございます。お、タルトさんのために、ために遠慮こりゃと。お、突然天から降りてきた素敵なメロディーに雨の歌詞が浮かんだから、
もう、雨の貸し。しゃれてますね、さすが。いいですね。雨の貸しって何？レベル高いですね。だから雨の出てくる歌詞でしょうね。そう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 。何があるかな。まあまあ。うん。そうか。あ、池田健馬さん。はい、ありがとうございます、はい。雨の日にだけ帰り道のコンビニでいい男と出会えるから。雨の日にだけ。雨の日にしか出会えないのね。わで、BGM が八代亜紀の雨の慕情。雨、雨、降れ、降れ、もっと降れってね。私のいい人連れてこいってやつだね。続きまして、歌つながりでございます。猿之助さん。ありがとうございます。はい、雨上がりの夜空に、ジンライムみたいなお月様が輝くことに気づいたから、これどういうこと？うわー、いや、RC サクセッションの歌ですね。どんな歌？こんな夜にお前に乗れないなんて、こんな夜に発車できないなんてってやつですよ。なんとでも取れる歌詞が。いやいいね、でもね、RC サクセッションいいっすよ、うん。なるほどね。雨のね。うん。さすがサルさんですね。歌詞がいいですね。はい、ありがとうございます。はい、長谷川さん。雨の湿気で天然パーマがかかっておしゃれになったから。あのね、うん、雨でくるくるってなるから。うん。小坪さんわかるんじゃないですか？確かに私の友達はくるくるなってました。うん、雨で。うん、でもどっちかっていうと女性はクルクルになるの嫌なんですけどね。ああそうか、どっちかっていうとね、クルクルヘアが似合う 顔立ちだったんでしょう、うんうんうん。はい、続きまして両手彦龍さん、雨が降らないと野菜全般が高くなるとスーパーの社長が言ってるのを聞いたから。あ、続いて花道さん、ありがとうございます。カラカサお化けと付き合い出したからいいな、カラカサお化けね、かわいいよね。でもカラカサお化け、雨になったら忙しくて会えないんじゃないの、うん、そうだね。逆に。うん。あのデートしようって言って、あ、今日ごめん、雨だからちょっと時間取れないんだよとか言われたら。そうだね。まあ。はい、次、村木さん。キリスト教徒になって檻の一体から。アーメン。いいな、これでも、ね、あの実際の大喜利やってたらこういうあのね回答の方が盛り上がるかもね。そうですね。あ、いいね、ありがとうございます。カオルコさん、雨が降らないと虹も見えないんだよってセリフをやっと覚えて誰かに言いたくてしょうがないからそう、あ、雨に絡んだ名セリフを覚えるとやっぱり雨降ってほしくなるよね。決めたいんでしょうね。そう、雨が降らんといかんからね。いいな。はい、次、藤原さん。嫌いな上司に遊園地に誘われたからなるほど、あ、なるほど、ね、そうかそうか、もうなんか口実が欲しい、うん、はい、ふもとさん。花に水をやらなくていいから。うん、確かに。確かに。花植えたんだね。植えたんだね、きっとね。ああ。いや、でも確かにね、うち、あの、今、ひまわりの種をね、うん、植えたんですよ。石巻に、あの、どうかな、まあ、その、震災の時の流れ着いた、この、塩害にも負けず、その震災の町に一輪咲いた種、ど根性ひまりって名付けたらしいんですけど、うん、それを毎年ね、あの、それで取れた種をいろんな人にこう撒いてもらって、今ね、11代目。だから11代目の種。うん、それを、あの、庭にこういろいろ撒かせてもらったんだけど、撒くと、やっぱりこう雨が降ってくれてると、あの、ありがたいと思う。うん、で、結構元気そうにね、芽がこう、伸びてくる様子見ると雨いいなと思いますね。なるほど。はい、続いてふもとさん、あ、違う、大塚さん。死んだお父さんが枕元に立って、あの世が温暖化で山火事にあって、水をくれとせがまれたからすごいすごいな。バックボーンが太い。太いね。そこまで言われたらやっぱ雨が大事だと思うな。雨が好きになるわな。あ、すごい。白石さん、
憧れている人が雨男だと分かったから。うん、ああ、なるほど。ね、雨が降ればあの人に会える。うんうんうん。言うよね、でも昔から言うよね、雨男とか晴れ男とかね。何なんでしょうね、あれはね。うん、でも確かにね、あの、寄席もさ、あの、桂吉弥独演会って、雨の日多いんだよね。ああ。割と、うん。不思議なんだけど。うん。なるほど。吉弥さんが雨男ってことか。どうなんでしょう、うん、あるいはスタッフの中の誰かがそうなのかもしれないですよね。うん、僕割合晴れ男ですよ。あ、晴れ男。うん、あ、まあ、頭も十分晴れてる。高橋なるほど。誰が東から毎日登ったんだ。まあ、あの、タルトさんも西に沈んでるけどね。はい、ね、その憧れの話の反対で白泉さん、はい、あの人の思い出を流してくれるから何が、あ、雨で流す、うん、そんな思い出は小坪さんあるかね。いっぱいあるよ。あるのか。もう台風が来ないと流されないような、ね、もうね、雨でてか、もう台風で流されてもうそんな過去も忘れたな。忘れたか。そうね、流してくれた方がいいんだよ。そうそう。はい、次兵道さん、傘屋を始めたから。そうね、傘屋ってあるんすか今。傘屋さんどうでしょう。あるのかな。うん、まあおしゃれな傘売ってる店はあるけどね、傘だけでやってるとこって少ないかもね。あったらいいな、うん、そんな傘、東京とかにはありそうだね、東京とか大阪だったらね、たくさんあたりにね、うん、吉村さん、上がった後の虹が好きになったから、うわー、あー、アロマンチック、アロマンチックね。そうか、雨が降らなきゃ虹は見れないもんな、よっていう、そうだね、なるほどね。はい、続いてこたつさん、はい、雨は決してうどんのつゆが降っているわけではないということを教わったから。誰に、なんじゃそれ。なぜそう思った。元がね、何を教わったんだってね、最初ね。はい、ということで、ここからは一問、どなたか、何でしょうか。あ、じゃあタルトさん、はい、これはですね、うちの家内からの案ですけどね、いきますよ。奥さん、奥様の、昔の話らしいですけど、はい、の、雨の日は彼の部活が体育館に変更になるから。ああ、なるほど、部活で奥さんはやってたわけだね。雨が降ると、そうだ、そう、あ、あるあるある、それ。ちょっとできない。あるある、男の子の、男の子の部活が体育館になるから。そう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 。男の子も、ね、いつも外なのに、その雨の日だけ体育館に行ったら、バレー部とかの猫とかと、なんかこう、ね、同じ空間でできるってやつね。ああ、いいなぁ。めっちゃ小屋さん、かわいいなぁ。いいですね。ちょっと思い出した、うん、思い出した、うん、思い出したらしいです、うん、はい、じゃあ次、徳さん、はい、本名が水たまりだったという真実を知ったから。本名知らなかったんかいみたいな。そうそうそう、水たまりね、今の水田英子だったんですよ、ね、あの、戸籍を取りに行ったら水たまりだったのね。そうそうそう。そうだったのか。晴れの陽子ではなかったってことだね。じゃなかったですよ。そうなんだ、うん。面白い。やりますね。お、ありがとうございます。はい、続きまして。じゃあ、はい、あ、じゃあ、小坪さん。はい。気になる彼とデート中、突然の雨。あいあい傘をして彼と急接近。ラブラブなひとときにキュンキュンしたから。もう高校生か。高校生か、お前は。まあ、高校生じゃなくてもね、うん、なんかデート中もでもね、そ、ちょっとそれ夢が叶ってほしいな、ね、小坪の夢が叶ってほしいです、うん、ね、キュンキュンして、キュンキュン、はい、小林さん、はい、水道を止められたから。自給自足に走ったの。もう、あの、雨水大事。雨水はありがたいです。ね、
あ、じゃあ、うかいくんは？はい、A 子さん。ドラマで、濡れ場って言葉を覚えたから。おお。いやらしい、今の。今なんかすごいいやらしい顔で喋ってた。もうラジオだから、ラジオだから皆さんにちょっとね、そのお見せできないのが、もう本当あれだけど、ちょっとでも今回そこの顔だけカットして、ちょっと、ツイッターとかで流そう。まあね、本当に長い梅雨ですけどね、うん、皆さん、まあ雨の日も嫌わずに何かこうね、こう発想を転換して、楽しんでいってください。それではまた来週よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。